だっていいことだ。どうしようもなく塞ぎ込んでた。そんな疲労は吹っ切れたつもりに、カバンをベッドに詰め込む。あっちもこっちも塞がりっぱなし。おじさんのおばさん苦しさ隠しきれないよ。ドクター、ゲットパーセンドクター、どうにかのドクター、ゲットパーセンドクター、どうにかの地下鉄の階段の上には、再び空帯を一つ。Bye.